あなたずっと名前呼ばれてますよさん元気ですか時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルの「イエス様がいれば大丈夫です」 皆さんこんにちはギノアンン会プレゼンツジーーザスコーリングユー第177回目の放送ですこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなたとても急いで助けを求めているあなたそんなあなたのための番組です30分間どうぞお付き合いください まずはじめにギノ能ン聖書協会キム・トンヨー牧師をご紹介しますキム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されましたある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて1994年に来日されました1998年からは沖縄に移られてギノ能ン聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます では自己紹介をお願いいたしますはいこんにちは昨日は聖書協会のポクシーキムです今日もよろしくお願いしますありがとうございますそして本日もミクシングと進行は私 <coughs> FM 昨日のできる男キャンがお届けしてまいりたいと思いますよろしくお願いいたしますさて本日のテーマですが、えー、と本日のテーマですが主と共に戦うとタイトルしました あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。ギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユーはい、では本日の聖書箇所朗読してまいりたいと思います。本日の朗読箇所は詩、えー、編の第二十編一から九節を朗読してまいります。苦難の日に 主があなたにお答えになりますように、ヤコブの神の皆があなたを高くあげますように、主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように、あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全商の捧げ物を受け入れてくださいますように、セーラー、あなたの心の望みを 主が叶えてくださいますように。あなたのすべての計画を遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌い。私たちの神の皆により旗を高く掲げます。あなたの願いのすべてを主が遂げさせてくださいますように。今私は知る。主が主に油を注がれたものを を救ってくださること右の見手の救いの道からをもって聖なる点からそのものに応えてくださることあるものは戦車をある者は馬を求めるしかし私たちは私たちの神主の皆を呼び求めるではキム先生お願いいたします今日まであで失礼いたしました <laughs> えー、主よ 王をお救いいください私たちが呼ぶときにお答えでください。では、お願いいたします。はい、こんにちは。今日は支援の20編全体の内容を中心にして、主と共に戦うというテーマでお話をしたいと思います。私たちは、普段考えるとき、力強い人は勝つ。それが当然だと思います。ところが、 力よりももっと大切なことがあることを時々私たちは悟り感じます。それは正しいことをするとき、王子の人々が本当に弱い人を、またちっぽけの力を励まして、それが大きなの力に変わる、たくさんの助けを受けるのを私たちは見ることができます。特に 正しいことは神様が助けてくださる神様が喜ぶことであることを私たちは覚えたいと思います神様はイース・キリストを信じる私たちが主の恵みを受け主の励ましを得て主の祝福の道を歩むことを願いますそのために私たちに 励まし合い、助け合う信仰の兄弟姉妹を与えて、祈りをもって支えたり、励まして大きな力を与えるように、私たちを助け、また私たちを用いてくださいます。出世時期の時、ヨシュアがあまりことの戦う時、モーセは山の上で、そのヨシュアのために手を上げて祈ります。これは、 本当にイスラエル民の祝福をすることでもありながら何よりも神様の助けを求めることです。それでモーセの手が上がると勝利しますがもう疲れて、あ疲れてどうしても我慢できず手がどんどん,どんどん下がってしまうと負けてしまう。そのようなことがスチュエビジェイヴィキの17章で書いてあります。今日の本文はイスラエルの民が 旅でを祝福すする内容ですイスラエルの民は旅出が戦争に出る前に悪い悪の勢力に戦って勝利して帰ってくるように旅出を祝福するということです。私たちもこのようなことをよくします。なんとか大切な試合に出るときその前に励ましの言葉励ましの教示をするとかいろいろことをやります。 ところが大切なのは旅では戦争に出るときにイスラエルの民が自分を祝福して励ましてくれるのを求めているそれは単なるイスラエルの民が後ろから拍手を持って送るだけじゃなくて神様が共に戦ってくださることを願う求めるということですそれで苦難の日に主が あなたにお答えになりますようにという、主が応答してくださる、答えてくださるということです。それは、イスラエルの民は神様があなたに答えるようにという、旅でに応答するように、主が応答する、答えを示してくださることであり、あなたを、旅でを高く上げるように、 勝利をして本当に喜びを持って帰ってくるようにその戦争はその戦いは旅出が勇敢で旅での力で戦うのではなく神様が共にいてくださり神様がイスラエル民と共に戦うことを信じる告白であるということです。 旅では叩く前にイスラエルに戦争を知らせ、イスラエルにその情報を伝えます。それでイスラエルが心を一つにして、神様が旅でを守ってくださるように祈り、祝福します。私たちは戦争は力によって決められる。いい武器、本当に経験豊かな兵士たちをたくさん持っている。 戦力がが圧倒的に強い、いそれが勝利の秘訣であると思います。確かにそうです。ところが、その確かにそうですという、それをはるかに超える神様の働きがあるとき、その戦争は変わるということです。その戦いは変わるということです。 私たちは、さっき話したように、周りの環境や状況を見て、ああ、この戦争はこっちが勝つんだ、この試合はこっちが勝つ、すぐ判断して決めます。しかし、神様の働きがあるとき、神様の応答があるとき、その戦いは変わるということです。彼らの指示と祝福を求める旅でに、 ただ、イスラエルのためだけじゃなくて、神様が共にいてくださって、苦難の日に、主が応答する。主が応答えてくださり、主が守ってくださり、主が力になって、敵に勝る力を持って導いてくださり、勝利を与えてくださるということです。 神様は私たちが捧げる祈りに耳を傾いて応答してくださいます。本当にありがたい、感謝することです。私たちがいくら叫んでも祈っても、神様が耳を封じてもう聞こうとしないと、私たちの祈りと求める願いは無駄しいことになるでしょう。ところが神様は私たちの祈りを聞いて応答してくださるのを喜ぶということです。 二節三節のところを見ますと、主が聖女からあなたを助けを送り、シオンからあなたを支えられますようにと答えます。主が応答するのは、主の御前に出てくる神の民が礼拝を捧げるとき、力を与えてくださり、主が応答する場所はシオンである、神様の臨在するところであるという。 イオ人は戦争に出る時もう戦争の前にある極端な時は自分の子供を生けとして捧げて、イオの神が関心を寄せるように私はここまで力を尽くしますという関心を寄せるように生けを捧げる。しかしイスラエルの礼拝はイオ人の生けと正反対意味で。 イスラエルは礼拝をとして自分を否定します。神様の恵みを受ける資格もない。イース・キリストを信じる資格もない。しかし、神様が助けてくださなければ、私は滅びるべきです。どうか助けてください。神様の憐れみを注いでくださいと告白する生贄であるということです。 私たちが礼拝を捧げるのは私が自慢を持ってじゃなくてイエス様が祈るように我が父よてきますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください十字架の苦しみを受ける時の前のチェンジ地のその祈りです イエス様は、私の祈りはもう通って、私はこの忠実家をもう逃げる、避ける、じゃなくて、本当に辛いですが、主が、主の御心を成し遂げてください。それは私たちが祈るとき、自分のわがままになるのではなく、自分の欲を捨て、神様の御心にしながうということです。すなわち、信仰は何ですか それは危機の時に神の助けを受けるその鍵である。私は力がありません。私にはできるものが一つもありません。神の助けがなければ、私は滅びますというヘリグだル心、主に委ねることであるということです。願い通りに神様は守ってくださり、 聞いいててくくだだささり応答してくださるととうことです私たちはそのように祈りますところが何でか遅い時があります何でここまで迫ってるのに何でという時があります私たちは信仰の中で自分の思う通りにじゃる 主の御心のままに行うことを願い求めるということです。それで生徒は神様の前で自分の欲、自分の重いままではなくてそれを抑え主の御心に従う訓練を受ける必要があります。キリスト社がクリスチャンが欲を抑える訓練をするのはなぜでしょうかそれは 神の欲、神様が求める主の御心に従うためです。私が中心ではなくて、私たちのイース・キリストを信じる私たちは、イース・キリストが中心になり、神の御心が中心になるということです。それで4節では、あなたの願い通りにしてくださいますように、あなたのすべての計り事を遂げさせてくださいますように。 あなたです。主があなたの願い通りにです。パオロはピリピリの手紙で、神様は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる。神様は生徒である私たちの心の中に、強い願いを与えて、神様の御心に従うように、 神を愛し自分の欲のままじゃなくて神様の御心に従う新しい働き志を与えてくださったということです。それを私たちはピージョンといいます神の御心であるということです。神様が与えてくださることを悟ると あなたの願い通りにしてくださいますようにと祝福するということです。私たちはこの祝福がとても必要です。神様の御心であれば反対すると思う人が支持して祈って祝福して送るということです。この人が私を応援してくれるか 絶対反対して私のことを妨害するだろうと思ったその人が主の御心であればその人が心を変えて私を支持してくれるし力になり励ましになるということです旅でも同じです戦い会の中では弱い人と戦う時もありますしかしとても強い敵と戦う時は恐れを持って恐怖を持ちます その時旅ではなだし私も何回も諦めようと思いました。しかしそこに叫んでいる人々の叫びが聞こえて耐えることができる。本当に主が私たちを導いてくださるということです。パオロがエルサレムに登るときも同じことがありました。 パオロにエルサレムに登ると苦しみが待ってるよ苦難が待ってるよあなたは捕らえるよ行ってはいけないよという指導の21首でたくさんの話がありますしかしパオロはその主のために牢に入れられても死も覚悟していますと告白してエルサレムに登ります 今日の講説の御言葉では私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の皆により旗を高く上げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。生徒が歌う勝利の歌には特別な意味があります。ただ、勝ったよかった万歳ではないということです。 この勝利の歌には自分の力で勝利することができない時神の助け神様の守り導きによって逆転勝利の時です私の力ではどうしてももう抑えられてもうキーブアップしようとする時神様が助けてくださり導いてくださるということです神様はイスラエルに特別な約束をします 油を注がれた人として働くことです六節のところ言いますと主は油を注がれたものをお救いになり主は右の手の救いの力を持って聖なる天からおごたえになる私たちがこの権利を悟ると私たちは自分の力で働くのではな 神の働きをもっと求め、神に委ね、神にすがるということです。油注がれた人が神の御心に従うと必ず勝利するということです。勝利するかしないか、こぶこぶではなく神様が必ず勝利を与えてくださるということです。その人々が神の御心に逆らって、 教会を導くと教会はとても難しくなります。だからこそ私たちは神様の前で主の御言葉にしながり、主の御言葉を握って一歩一歩,歩歩むのが素晴らしい恵みであり祝福であるということです。幸いに旅では徹底的に神にしながう人でした。 何があっても一つでも神様に伺う人であり神の御心に従い主に信頼して主に全てを委ねる人でした。御言葉をまとめたいと思います。七節茶八節のところを見ますとある者は戦車を誇りある者は馬を私はこんな素晴らしい武器を持てることをしまいしますが。 私たちには主の皆を誇るということです。主が私の後ろで守ってくださり、導いてくださる。主が助けてくださる。主が戦ってくださる。その主に信頼して、今日も会いたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。えー、本日の感想なんですけど、最後のお話のところで、まあ、あるものは馬を。 自慢しあ,あるものはっていうところなんですけど確かに物理的なあの安心感を得るためにはそういった、まあ、武力といいますか、まあ、自慢したいものがあるとは思うんですけどやはり一番の安心を得ら,得られるのはやっぱり主が守ってくださってるんだって思いを持った時に本当にこれ以上、あのー、心を強く持てるものって他にないなって本当に思いながら今日はお話を聞いておりましたではキム先生リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします、はい 旧世の御言葉です。主をお救いください。私たちが呼ぶ時に、私たちに答えてください。神様は、私たちが弱い時、叫ぶ時、私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様です。私を助けてくださる、私たちを守ってくださる神様です。 主はどうか私たちの祈りに応えてくださり、私たちが本当に抑えられて何にもできないとき、主は助けてくださいと叫ぶとき、主が助けてくださり、主が力を与えてくださり、守ってくださり、その主と戦う勝利を私たちが喜ぶことができますように、感謝することができますように、 助けてくださり祝福してください言い過ぎその皆に言ってお祈りしますアーメン海が好きだった父決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を偲ぶ場所お墓24時間365日三国にご相談を0120-392-756三国株式会社 ギノアンヒルズ通り名デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね海が好きだった父決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を偲ぶ場所お墓 二十四時間三百六十五日三国にご相談を零一二零三九二七五六三国株式会社あなたずっと名前呼ばれてますよギノアン聖書協会プレゼンツジーザスコーリングユージーザスコーリングユーお別れの時間が近づいてまいりました。 今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接、教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また、今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なく、すぐにお電話ください。電話番号は098-107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 -10 890-1350です私たちはあなたのお役に立ちたいと思っていますまた教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主にギノワンの小学生を対象としたハレリアアカデミーという名前の子供の居場所作りをしています希望者には夕飯も準備しています関心のある方はお問い合わせください以上すべてのお問い合わせご連絡は0 9 8 8 9 0 0 一三五零零九八八九零一三五零リノアン聖書教会までお願いいたします。リノアン聖書教会プレゼンツ。ジーザスコーリングユー。お別れの時間です。今流れているエンディングは「砲頭息子」というタイトルでキム先生の息子のサムエルが作り歌っています。私たちが今どんなにボロボロな状態、ここまで悪いことをしてきた自分は今更教会なんか行けない。だって。 神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待っているんだよという曲ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三ニグループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーはギノアン選手協会キム・トン・ヨウムクミキサーと進行は私 FM ギノアンのできる男キャンがお届けしてまいりました ではまた来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょう。最後にヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉、シェキナーでお別れします。シェキナー So